遺伝子産物は遺伝子の発現によって生じる RNA、またはタンパク質の生、化学的物質のことである。また遺伝子産物の量の測定は遺伝子の活性度を推測するために行われることもある。遺伝子産物の異常な量は癌の原因となる遺伝子の活動更新など病院対立遺伝子と相関している可能性がある。遺伝子は 機能的な産物を生み出すために必要な DNA の遺伝的単位と定義される。調節エレメントは次の通りである。これらの要素はオープンリーディングフレームと組み合わさって機能産物を作り出す。この産物は RNA として転写されて機能するか、メッセンジャー RNA からタンパク質に翻訳されて細胞内で機能することがある。 RNA ポリメラーゼータンパク質を用いた DNA から RNA への転写。タンパク質をコードしていない RNA 分子でも細胞内で機能を維持する。RNA の機能はその役割によって分類され、次のような役割がある。タンパク質の合成には翻訳時に正しいアミノ酸をポリペプチドさに付加するトゥルナ。 タンパク質合成を導くリボソームの使用構成要素であるルナ、タンパク質産物を作るための命令を伝える、メッセンジャー RNA などの機能的な RNA 分子が必要である。調節に関わる機能性 RNA の一種は翻訳を抑制することで機能するマイクロ RNA である。これらのミルナは、相互的な標的メッセンジャー RNA の配列に結合して、 翻訳が起こらないように機能する。低分子干渉 RNA も転写をオフに調整することで機能する。これらのサーナ分子は特定のメッセンジャー RNA の転写を妨げるために標的となる DNA 配列に結合することにより RNA 干渉の際に RNA 誘導サイレンシング複合体外で機能する。タンパク質は 成熟したメッセンジャー RNA 分子の翻訳によって形成される遺伝子の産物である。タンパク質はその構造に関して1次、2次、3次、4次の4つの要素を持っている。直鎖状のアミノ酸配列は1次構造として知られる。1次構造のアミノ酸間の水素結合によりアルファヘリックスやベータシートが形成される。 これらの安定した折りたたみ状態が二次構造である。一次構造と二次構造の特定の組み合わせにより、ポリペプチドの三次構造が形成される。四次構造とは、ポリペプチドの複数の鎖が一緒に折り重なる状況を指す。タンパク質は細胞内で様々な機能を持っており、その機能は相互作用するポリペプチドや、細胞内の環境に応じて変化することがある。 シャペロンタンパク質は新しく合成されたタンパク質を安定させる働きがある。ソララは新しいタンパク質が正しい機能的な立体構造に折りたたまれることを確実にし、加えて産物が必要のない場所で凝集しないようにする。タンパク質は酵素としても機能し、様々な生化学反応の速度を上げ、気質を産物に変える。酵素を介して、 リン酸などの元を一時配列中の特定のアミノ酸に結合させることで産物を収縮することができる。タンパク質は細胞内の分子を必要な場所に移動させるためにも使用され、これらはモータータンパク質と呼ばれる。細胞の形はタンパク質によって支えられている。アクチン、微小管、中間系フィラメントなどのタンパク質は細胞の構造を作り出す。 もう一つのクラスのタンパク質は細胞膜の中に存在する。膜タンパク質はその構造に応じて様々な方法で細胞膜と結合することができる。これらのタンパク質は細胞が細胞外空間との間で細胞産物、栄養素、またはシグナルを取り入れたり取り出することを可能にする。その他のタンパク質は細胞が調節機能を実行することを助ける。 例えば転写因子は DNA に結合して RNA の転写を助ける。ありがとうございます。